はい、えっ、ー、と、3年で1億円以上稼いだ私もですね、ある時、1ヶ月で1億2000万に売り上げがなりました。1ヶ月でですよ。いや、すごいですよね。あの、30万の商品が400人に売れる1ヶ月といいますか、1ヶ月じゃないんですよ。これ、一晩ですからね。私はね、本当に、あ、自分がこんなとこまで来たのかと思って母親に話しましたよ。この事実を。まあ、ただし、ちょっとオチがあるのは、その売り上げ的にはね、 30万 ×400 人なんですけども、この30万ってのは頭金 OK にしてるんで、まあ、あ3万円 ×400 人と考えてもいいかなと思います。でも、それでもね、1200万ですからね。やっぱりね、1日で1200万の売り上げっていうのは、私すごいなと思いますね、自分ながら。うん。いや、すごいですね。で、私のことはさておいてね、やさちゃんなんですよ。あやさちゃんね、今、チャンネル登録6000人でメンバーシップもやっていて、で、あの、面白いのがですね、 低評価1000っていうのがあるんで同じ動画の中のこのサムスアップが88なんですよねこのバランスに対してまた動画を作ってる綾瀬ちゃんやっぱすごいですよね45万回転回ってる動画もそうなんですけども綾瀬ちゃんはねちゃんと自分のカードを使ってますしかも自分のリアルでやってるんでいくらでもいけるんですよねいやすごいと思いますよ綾瀬ちゃんの伝える力え本当にねこういう綾瀬ちゃんみたいなのがそっか塾にいてくれて 私はすすごく嬉しいいなと思いますえそしてね綾沢ちゃんってね他の速家塾塾生さんもちゃんとね自分の動画の中に出してくれるんですようんでいろんなやり取りがその中から始まると YouTube で誰かに呼びかけて呼びかけられた人もそれに気づいて YouTube で返事をするみたいなことこのバイラルが起きてるのがこの即家塾の特徴なんですよね で、誰かが一人が問題意識を持って発信するとそれについて別の方が別の見解をねこう出していってまあなんかね一つのブームを作るみたいなね小さいブームを作るみたいなところがあって私はそっ塾がねすごくね好きだなぁと思うんですよね、うん、でブランディングの話なんですけどもブランディングってやっぱりね一人一人そのまんま1億人いたら1億通りのそのまんまがあって初めてブランディングになると思うんですよ例えばね金持ちブランディングって金持ちブランディングやるやつ多いんですよだから差がつかないんですよね 下等競争になりますよねそれからあの旅するなんとかかんとか世界を旅するとかねなんか分かんないですけども地方を旅するか旅するブランディングも多すぎるんですよ何なんですかね誰かの真似をするのがブランディングなんですかね違うと思いますよ誰もやってないことをやるのがブランディングだと思うんですよ私は隠居ブランディングっていうのをやってます隠居っていうふうに名乗ってて本当に隠居してますからね まあですんですごく違和感なく「その久保哲郎隠居の久保です」っていうふうに言えるんですけども名シーンも隠居って書いてますからねえもうね本当隠居っていうものを不動の地位にして隠居イコール久保哲郎にしようと思ってその野望があるわけですけどもでもやっぱりね世の中の多くの人は例えばねヒルズ族で固めてみたりとかねヒルズ族ってブランディングねどうなんですかねたくさんいるじゃないですかでしかもちょっとね 時代遅れみたいになってきましたからね。まあそれでもすごいんですけども。で、あと車ブランディングね。すごくいい車をベーンって乗っていって、PV とか作るみたいな。やっぱり似てるんですよ。ブランディングっていうといろんなパターンがありますけども、それぞれに数百人とか、下手したら数千人いて、なんか全然差別化されてないんですよ。で、これではね、ブランディングにならないなと思います。自分だけの、自分の肩書きを作っていく。これがブランディングだと思うんですよね。まあ例えば、綾瀬さちゃんだったら、 底辺合宿みたいなねあのこう生活保護 YouTuber みたいな名乗り方もできると思いますしまあある人はね、えーまあ、別のなかかんとか監督 YouTuber ですよねホームレス YouTuber もいるかもしれませんし、えー、もしかしたらあーコロナ閉店 YouTuber かもしれませんしね。 いい、まあ、いろんながいると思いますその中で自分の肩書きは何なのかな自分のブランディングは何なのかなっていうのは自分の素直に生きてきた今までの人生を振り返るもしくはこれから生きようとしている自分のあその歩みをねこれから決めていくそういう風なのがブランディングだと思います少なくとも誰かが活動している姿を見てこの手でいこうみたいな感じで後追いで真似するのはあんまりいいセンスじゃないと思いますよね いや私のねやっぱブランディングっていうのはねブランディングどうでもないんですけどもやっぱりねずっとマージャン屋だったっていうのがありますよね即課塾始めた頃ってマージャン屋の経営もしながら即課塾もやっていたんであのどちらかというとねセミナー講師というよりもマージャン屋の人なんですよマージャン屋のオーナーなんですよあの異業種交流会であった人もみんなねマージャン屋の人っていう形で即課塾の受講をしてくれたんですよ奇妙ですよねマージャン屋そっから始まってるわけなんですよで私はだから40過ぎて ネットビジネスを始めたっていう風なところが一つブランディングになってますよねきっとねそれから今48ですから8年しか経ってないのにこの代わりようですよマージャン屋でも何でもなくって一戸建てを建てて結婚までしていて子供までいるっていうね40歳の時とはまるでガラッと違った人生で40歳で繋がっていた人と繋がっていなかった人うん40歳で繋がっていた人のほとんどは繋がらなくなって40歳から知り合った人のほとんどとし繋がっているというねこの関係 だからまさにね、不連続への挑戦、40から前と後ろっていうのは全然違う人生を歩んでるなと思います。麻雀屋の親父が、まさかね、ネットビジネスでここまで来てるとはね、誰も思わないでしょ。だって、麻雀屋ですよ。他の麻雀業界で頑張ってる人、誰かいますこういう風に、ね、情報発信して一山当ててるの、いないんじゃないかなと思います。元麻雀屋 YouTuber でいけるかもしれないですね、もしかしたらね。 えー、ということでね、ブランディングについては、私もね、等身大。自分の姿をそのまんま、一つの言葉にくくると、何なのかなってことを決めていくことだと思います。少なくとも誰かが編み出したようなブランディングを真似したら、もうそれはブランディングじゃないですね。うんブランディングっていうのは、自分のブランディングが一個あるだけなんですよ。自分のブランドが、まさにブランドが。隠居 YouTuber なんて名乗ってる人いないでしょ。私だけじゃないかな、これ。 はい、それですね、吉田さん。あのー、やっぱり私48でもうすぐ50になるっていうことを考えると、50でもネットビジネス成功できるみたいなね、これからそういう売り込み方もできるかもしれません。そうすると、やっぱりね、50代ぐらいの方が、うん、まあ、フックしてくれるのかなと思いますし、私もね、40代、50代の応援がしたいと思いますよ。もちろん、若い世代の応援もしたいんですけども、若い世代は、吉根さんにお任せしといてね、で、私は50代、60代みたいなことを、うん。 やっていこうかなと思いますこの前もお話したと思うんですけど弁護士さんって20代よりも40代の方が依頼がよく入るそうなんですよね <laughs> お医者さんもドクターも手術っていうのは若い方も受けるんですけどもそこそこね白髪混じりの50代とか60代の熟練の方が安心感が出るようですそういった、うん、なんか年を取ったからこそ信頼できるっていうのはブランディングもあるかもしれないですよね 若い人よりも、ちょっと年をいった人の方がね、信頼されるという、そういう形もあるんじゃないかなと思いますんで、私はね、このまんま、中高年、えー、ネットビジネス、ビジネスマンとしてですね、えーまあ、結構年齢の高い方と一緒に歩んでいこうかなとも思いますよね。うん、はい、えー、今回もありがとうございました。じゃあ、そろそろね、私寝ます。失礼します。お疲れ様でした。